根台中学校の体育館裏、2年2組のバッジをつけた柳生飛鳥が同じクラスの猪木久美子、秀美、緑、愛彦に取り囲まれている。久美子たち飛鳥のおさげ髪を引っ張り頭を小突く。泣けよこら、泣きなよ。飛鳥、久美子をにらみつける。なんだよその目つきは。久美子、足で飛鳥のスカートをすっと持ち上げる。足を下ろし、秀美たちを見る。やんで。秀美たち、3人で飛鳥のスカートをまくり上げ、それを首のところで縛りつける。あらわになるスリップ。飛鳥、耐えきれず座り込んでしまう。誰がしゃがめっつったんだよ。飛鳥、仕方なく立ち上がる。背中を押され階段を上らされる飛鳥。その様子を後ろでニヤニヤしながら見ている久美子たち。見ている他の生徒たち。うつむいて立ち尽くす飛鳥。新興住宅地の朝、新しい建て売りの分譲住宅が何軒も並んでいる。その中の一軒、柳生家。洗面所で顔を洗っている柳生良治。顔を拭いて鏡を覗き、髪の毛をかき上げる。白髪が一本見つかる。アスカ、アスカ。何？エプロン姿のアスカが来る。また？いいか、黒いの抜くなよ。分かってます。うん、動かないでね。領事の白髪を抜いてやるアスカ。その腕に紫色のあざ。どうしたのこのあざ。ちょっと転んだの。うん、妹の冬子が起きてくる。冬子遅いわよ。純の散歩あんたの番でしょ。ごめん忘れちゃった。もう調子ばっかりいいんだから。キッチン、天ぷらを揚げたり弁当箱にご飯を詰めたりしてテキタキと動くアスカ。カセットの音楽に合わせてバトンを振り回している冬子。新聞を読みながら朝食をとっている領事。冬子、うるさいわよ。私ね、吹奏楽隊のリーダーに選ばれちゃったのよ。リーダーよ。冬子、嬉しそうにバトンを回し続ける。冬子、うるさい。はい。カセットを止める冬子。弁当をきれいに包んで領事に渡す飛鳥。待たせ。立ち上がり出勤の支度をする領事。領事に紙を渡す。うん、父母会か。どうしてまたおばあちゃんに頼むんでしょ。おばあちゃんの都合も聞いてみないとな。でもね、お前なんでいつも出かけにばっかり渡すんだ。ごめん、遊ばせ、父上。家の表、玄関。犬の純が餌を食べている。ゴミ袋を下げて出てくる領事。
窓から手を振るアスカと冬子。路上、ゴミ置き場にゴミを置く領事。近所の夫婦が車を洗っている。おはようございます。おはようございます。新車ですか？もう磨いてばっかりなんですよ。いいじゃないですか。おはようございます。すれ違った主婦と明るく挨拶を交わす領事。ヤギ受け。お姉ちゃん、何してんの？時間よ。階段の下から呼ぶランドセル姿の冬子。アスカの部屋。セーラー服のアスカ、暗い表情で机の前に座っている。いいわよ、お姉ちゃん。いやいやながら立ち上がるアスカ。領事の部屋、アスカが来る。仏壇に母、恵子の家へ。ろうそくの火を消すアスカ。新小金台中学校正門。登校してくる生徒たち。生活指導の沼田がその服装などをチェックしている。登校してくるアスカ。門の前で立ち止まるが険しい表情で歩き出す。下駄箱。アスカが来る。自分の下駄箱を開き愕然とするアスカ。上履きの中に真っ黒な泥水がいっぱい入っている。上履きを取り出すアスカ。溢れ出す泥水。靴を脱ぎ仕方なくソックスのままで冷たい廊下を歩き出すアスカ。それを指差し嘲笑っている久美子たち。黙って歩いていくアスカ。